写真拡大。全3枚。セリーグ、中日1対7、阪神、22回戦、中日13勝8敗1分、13日、名古屋 D、阪神は敵地で中日に7対1で快勝。メッセンジャーが現役引退を発表した日に、西勇晃投手、28が7回1失点の力投で8勝目を挙げた。6回には自身初の長打となる右越え敵地二塁打も放ち、5位転落を阻止。3回には福留孝介外野手、42が9号スリーランを放ち、今季苦しめられた龍の先発柳を攻略した。マウンドでも塁上でもヒーローインタビューでも笑みがはじけた。三重出身の西が準地元の名古屋ドームでプロ初勝利。少年時代の夢舞台で投打に奮闘した。今まで地元の友達も来てくれたのに負けてばっかりだった。今日は勝ててよかったです。持ち前の制球力で次々に凡打に仕留めた。6回西から連打と四球で満塁のピンチを迎えたが、福原投手コーチと内野陣がマウンドに集まって一息入れると冷静に対処。前進守備だったので吠えてくれと思いながら走っていました。打球は右翼手の頭上を越え自身初の長打に。貴重な敵地二塁打となった。この日球団は長らく先発陣の大黒柱だったメッセンジャーの現役引退を発表した。たくさん阪神に貢献してきた人、先頭に立って頑張る姿というのは後輩に伝わると思う。自分たちも受け継ぐじゃないですけど頑張っていきたいとねぎらった。10年間で53安打25打点と打撃も侮れなかった右腕の引退が決まった日に西が投打で活躍。メッセに代わって大黒柱となる決意をプレーで示した。意外なことにこれが名古屋ドーム初勝利だ。これまで4試合では0勝3敗防御率 3.96。 三重菰野町出身で少年時代は中日ファン。何度も足を運び立浪羅竜選手のプレーに胸を熱くした。これで後半戦は登板9試合で5勝1敗2年連続6度目の2桁勝利も視野に捉えた。さらに投球回も159回13として2013年に記録した自己最多の166回の更新が見えてきた。欲を出さずに自分らしい投球をすればいい。我を出さないように客観視して冷静にいけるようにと兜の糸口を締め直した。5位転落を阻止しクライマックスシリーズ進出へ望みをつないだ。まだ諦めない。次もただ勝利を目指し全力で右腕を振る。折原翔平、来季先発ローテ手駒は豊富。メッセンジャーが去った来季の先発ローテは西が大黒柱になるだろう。続くのは同じく1年間ローテを守って8勝を挙げている青柳だ。秋山、岩貞の中堅勢に加え高橋遥か、望月、才木といった若手には伸びしろが見込める。ベテラン岩田に復活を目指す藤波もいる。助っ人のガルシアや2軍には福永や小野もいて手駒は豊富。